平成21年6月13日、阿蘇んだごじる街道ミーティングが阿蘇市商工会一宮支所で行われました。経済産業大臣政務官松村義文参議院議員ほか、九州経済産業局局長らを迎えて行われたこのミーティングは、平成21年度地域資源全国展開プロジェクト食の阿蘇、阿蘇んだごじるブランド構築プロジェクトによる地域活性化のための意見交換会として開かれ、ほかに県や市役所、商工会メンバーらが出席しました。はじめに経済産業省の面々より施策の説明があり、松村政務官は商店街活性化法案を阿蘇にあるさまざまな良いものに役立ててほしいと語り、この日の意見をもとに、さらなる施策の充実を図ることを誓いました。それに対し、佐藤義興市長らが歓迎挨拶を行いました。そして、経済の活性化はもちろんでありますけれども、このことを通じて、イベント等を通じて、自分たちが大きく高まっていこうじゃないかと。その後、商工会青年部部長宮本浩さんより同プロジェクトの経緯や今後の目標が説明されました。より良いものにしていきたいと、私どもはここでお誓い申し上げたいと思います。最後に行われた意見交換会では、参加者の意見に松村政務官が直接答える場面もあり、現場の意見に具体的な進め方を提示し、一緒に頑張りましょうと答えました。どうぞ、今村さん、一緒に頑張りましょう。だごじる街道ルート57とは、国道57号線を軸として数々の店舗が提供するだご汁を、阿蘇の大自然の食材から生まれた阿蘇伝統のおふくろの味としてブランドイメージを構築することを目的とし、阿蘇市商工会では同プロジェクトを本年度重点事業として組織を挙げて取り組む方針です。